ステレオ投影、ステレオ投影、ステレオ投影は、球面を平面に投影する方法の一つである。ステレオ投影は、複素解析学、地図学、結晶学、写真術など様々な分野で重要である。ステリアグラフックプロジェクションの訳語は分野によって異なる。ステレオ投影は主に物理学や機械工学において用いられる。数学においては写像という意味で、 立体者へあるいはステレオグラフ者へ。地図学では図法という意味で弊社図法またはステレオ図法と呼ばれる。このように訳語が異なってはいるが内容はすべて同一視できる。ステレオ投影は数学的には写像として定義される。定義域は球面から光源の一点を除いたところである。写像は滑らかかつ全単者である。また、 等角写像、すなわち角度が保存される。一方、長さや面積は保存されない。これは特に光源点付近では顕著である。すなわち、ステレオ投影は、いくらかの避けられない妥協を含む、球面を平面に描く方法である。実際面では、コンピュータやウルフネット、または、ステレオネットと呼ばれるなどを使って、投影図が描かれる。ステレオ投影は、 ヒッパルコスト・クラウディオス・プトレマイオスに知られていたが、おそらくもっと早くから古代エジプトでも知られていた。これはもともと、タイラ影、英語、プラニスフィアプロジェクションとして知られていた。プトレマイオスの著書は、ステレオ投影について書かれた現存する最古の文書である。この投影の最も重要な使い方は製図を表すことであった。星座早見版の英語プラニスフィアのように、 今でもそのような図にこの言葉が使われる。最初の世界地図は1507年にグアルテリアスなどによってステレオ投影をもとにそれぞれの半球を円盤に投影して描かれたと言われている。ステレオ投影の赤道面への投影するという特徴は17世紀と18世紀に東半球と西半球の地図を描くのに利用された。 フランソワ・デギュイオンが、彼の1613年の作品ップテコラム、リーブディセックス・フィロサフィス・ジャックス・タ・エーシー、マシュマ・ティス・スーラス、哲学者と数学者に等しく役立つ六冊の工学の本で、この投影に、ステレオ投影と名付けた。この節では、単位球面を北極から赤道を通る平面に、投影する場合を扱う。その他の場合は口実。 三次元空間内の単位球面は、と表すことができる。ここで、点を、北極とし、を、球面の残りの部分とする。平面は、玉の中心を通る。赤道、はこの平面と球面の交線である。球面上の直行座標と平面上のを用いると、立体射 A と、その逆射像は、次の式で与えられる。球面上のと平面上の極座標を用いると、 立体者 A とその逆者像はとなる。ただし、の場合は、と解釈する。また、三角関数の等式を用いて、この式を書き直す方法がたくさんある。球面上の円柱座標と平面上の極座標を用いると、立体者 A とその逆者像は、となる。前の節で定義された立体者 A は、南極をに、赤道を単位円に、 南半球をその円の内側に、北半球をその円の外側に遮影する。この変換はでは定義されない。この点の小さい金棒は平面のから遠く離れた部分集合に遮影される。尾に近づけるほど像はより遠くなる。この性質により、一般には遮影によって平面の無限円点に移ると言われ、また球面は無限円点を付け加えて、 平面を完備化していると言われる。この事実が、射影機何学や複素解析において有用である。単に理想的なレベルでは、それは、球面が平面の一点コンパクト化に同章である様子を示している。立体射影は、等格射像、つまり、曲線同士が互いに交わる角度を保存する、図三章。しかし、面積は保存しない。一般に、 球面の領域の面積は平面に遮影した面積に等しくない。座標での面積要素は次のようになる。フォーミュラ7単位円では面積の歪みは見られない。の近くでは4倍に歪められ、無限円点の近くではいくらでも小さくなる。角度と面積を共に保存する球面から平面への写像は存在しない。仮にあるとすれば、それは局所等長写像で、 ガウス曲率を保存しているはずである。しかし球面と平面はガウス曲率が異なるので、これは不可能である。立体遮影の等覚性はいくつかの有用な幾何学的性質を意味する。光源点を通らない球面上の円は平面上の円に遮影される。光源点を通る球面上の円は平面上の直線に遮影される。 このような直線は無限円点を通る円や無限大の半径を持つ円とみなされることがある。平面上のすべての直線は立体射への逆射像により、球面上の円に移されると、光原点、無限円点で交わるようになる。平面上の平行線は、平面上では交わることはないが、球面上に投影されると光原点で接する。このように、 平面上のすべての直線は、球面上のどこかで交わる。二点で横断的に交わるか、あるいは無限円点で接するかである。似たような性質は、実写へ平面でも成り立つが、交点の関係は、それとは違っている。球面上の等角航路を平面上に移した曲線は次の式で表される。ここでは、等角航路の方位角である。よって、等角航路は、 等角螺旋になる。等角航路が常に四五線と同じ角度で交わるのと同じように、この螺旋は平面上の放射線に常に同じ角で交わる。ステレオ投影は前節で与えたような数式を用いてコンピューターに算出させることができる。しかし手でグラフを描くにはこれらの数式は扱いにくい。代わりに目的に特化して設計されたグラフ用紙を使うのが 一般的である。このグラフ用紙を作るには、半球状に線と形線の格子を置き、それらを円盤の上にステレオ投影した曲線を描く。これをステレオネットまたはウルフネットという。ウルフネットの名はロシア人の鉱物学者であるジョージ・ウルフ・ウルフに由来する。このネットの中心付近の区画と橋の型の区画を比べることで、 ステレオ投影の面積が歪む特性を見ることができる。この二つの区画は、球面上では同じ面積を持っていた。円盤上では、端の型の区画は、中心の区画の4倍近くの面積を面積を持っている。玉の上の格子の目が細かければ細かいほど、その面積の比は4倍に近づく。格子線を見ることで、この投影の昇格性も見ることができる。 球面上の遺線と形線は直角に交わるが、ウルフネット上のそれらの像も同じく直角で交わっている。ウルフネットの使い方の例を説明する。まず、ウルフネットが描かれた薄い紙を2枚用意し、片方をもう片方の上に重ね、互いの中心を揃えて秒で留める。仮に、下側の単位半球面上の点を描くとする。この点は、 X 軸性の方向から60度半、時計回りの方向にあり、Z イコール0の水平面より50度下である。これらの角度を知れば、次の4ステップで描ける。60度や50度のような霧のいい数字ではない角度の点を描くには、近い格子の間を補完しなければならない。10度より、目の細かいネットの方が使いやすく、格子間隔が2度のものが一般的である。 このステレオ投影点を元にして2点間の球面上の中心角を見つけるには、ウルフネットをその上に被せて2点が同じ形線に乗るまたは近くなるまで互いの中心を合わせて回す。その形線に沿って格子線を数えることで中心角を測ることができる。北極から南極における接平面への立体射影を定義する文献もある。 この遮影によって得られる座標は前期の節で記述した赤道遮影のちょうど2倍の値を与える。例えば、この遮影により赤道は原点を中心とする半径の円に移される。赤道遮影の場合に赤道面に沿った無限小面積で歪みがなくなるのに対して、この極節平面遮影の場合では南極における無限面積が歪んでいない。別な文献では、 半径の球面と平面で考える。この場合の定義式はとなる。一般に球面上の任意の点からという条件を満たす任意の平面の上への立体者へを定義することができる。がこれら条件を満たす限りにおいて、でない任意の点に対してを通る直線ととの交わりは、のの上への立体者へとして定義されるべき点ただ、一つである。 ここまでで述べた立体射影の定式化はいずれも本質的に同じ性質を有する。これらはいずれも射影点を除き至るところ定義された滑らかな全単射、微分動相であり、とた形、等格であって面積を保存しない。より一般に低次元ユークリット空間内の低次元超級面に対して立体射影を考えることができる。 の点と内の長平面に対して点の立体遮影は直線ととの交点とする。球面上の直行座標形及び平面上の直行座標形に関してからの遮影和で与えられる。と置けば逆遮像和となる。さらにより一般にを遮影空間内の一食い二次長局面とする。つまり和に関する一食い二次形式の例点の軌跡である。 上の任意の点等を含まないうちの長平面を固定すれば点の立体射影は直線ととの唯一の交点と定められる。前と同じくこの立体射影は共形かつ小さい集合の外側で可逆である。この立体射影は二次長局面を有利長局面として与えるものである。この構成は大数幾何学及びにおいて役割を果たす。任意の立体射影において 球面上の1点、遮影点は欠けてしまうけれども、相違なる2点に関する2つの立体遮影を用いれば、全球を移すことができる。言葉を変えれば、球面は平面からの2つの立体図式、立体遮影の逆遮像によって被覆することができる。2つの媒介変数表示は、球面上で同じ向きを持つように選ぶことができる。合わせて、これらは球面を向きつけられた曲面。 二次元多様体として記述する。この構成は複素解析において特に著しい意義を持つ。実平面上の点を複素数と同一視すれば北極から赤道面への立体射影はとなる。同様に別の複素座標を取ればが南極から赤道面への立体射影を定義する。座標から引く座標への遷移写像は及びで与えられの時であり。 逆もまたしかりである。これにより複素数に対するエレガントで有用な無限大の概念が得られ、これは実際に有利型関数の理論の全容をリーマン球面へ引き移すものになっている。単位球面上の標準リーマン計量はリーマン球面上の不ビニスタディ計量に一致する。三次元空間の原点を通るすべての直線の集合和と呼ばれる空間をなす。この空間は 三次元空間に埋め込むことができないので可視化するのが難しい。しかし以下のようにしてそれを円盤としてほぼ可視化することができる。原点を通るすべての直線は南半球 Z0 と交わる。その点は立体遮影により円盤状の点に遮影することができる。水平な直線は赤道上にある2点で南半球に交わる。そのどちらの点も この円盤に投影することができる。これに関しては、円盤の境界上の対処点は、同一の直線を表すとして理解する、小位相空間を参照。よって、原点を通る直線の任意の集合が、円盤内の点の集合として、ほぼ完全に投影される。また、原点を通る各々の平面は、谷球面と大円。これを、平面のトレースと呼ぶで交わる。この円は、 立体射影により円に投影される。よって、この投影は円盤中の円弧として平面を可視化することができる。コンピューターが普及する前には、大円のステレオ投影をするには、ビームコンパスを使って書く必要があるほど、大きい半径の弧を書くことがあった。現在はコンピューターにより簡単にそれらを描くことができる。さらに、任意の平面は、 原点を通りその平面に垂直な直線をただ一つ持つ。その直線を平面の曲線と呼ぶ。その直線はその他の原点を通る直線と同様に円盤の上に点を打つことができる。よって立体者へは任意の平面も円盤内の点として可視化することができる。たくさんの平面をプロットするには平面の曲線をプロットしていく方が 平面の軌跡をプロットしていくより、整然とした図を作ることができる。このような作業は、後で述べるように、結晶学や地学で方向のデータを可視化するのに、使われる。立体遮影は、応報体の可視化にも使われる。では、R の N 次元の応報体は、N 次元球面に遮影され、それが R に、立体遮影される。R から R への低次元化は、 応報体の可視化と理解を簡単にしてくれる。地図学では、球面である地球を平面の地図に投影する図法の一つとして、ステレオ投影のことを閉射図法、閉射方位図法、またはステレオ図法という、角度、形と面積を保ったまま球を平面に投影する、地図はない、という事実が地図学の基本的問題である。一般的に、統計学は、 積分をする傾向があるために、成績投影は、統計向きである。一方、昇格投影は、公開目的に好ましい。弊社図法は、昇格投影に分類される。また、地球のどちらかの局を中心に投影したとき、経線は、原点から放射状に伸び、遺線は原点を中心とする円になるという、方位図法としての特性が得られる。すなわち、弊社図法は、 小角方位図法である。地球を赤道半径フォーミュラ17、離心率フォーミュラ18の回転楕円体とするとき、緯度フォーミュラ19、経度フォーミュラ20の点を、在平面に投影する式は、以下の通りである。すなわち、座標原点を極点にとり、極点から赤道へ向かう方向を正方向とした、中央形線を、X 軸に設定し、当該中央経線の経度を、 フォーミュラ21とするときに投影する。ただし、フォーミュラ24は、イドフォーミュラ19に対する登頂井戸である。以前は、昇格性に注目して使用されることも多かったが、近年では、メルカトル図法、横メルカトル図法、ガウスクルーゲル図法、車軸メルカトル図法、ランベルト昇格塩水図法などにほとんど置き換わり、ごく狭い国、オランダなど、 や北極、南極などに限られるようになった。ただし、天気図については、気圧や気温の傾斜を昇格で観察する必要がある上に、北半球や南半球全体で考察することが増えたため、弊社図法の使用が増えている。また、すべての昇園が必ず円になるという性質に着目して、クレーターが多い月面の全図に使われた例がある。結晶学では、 三次元空間内の結晶軸や結晶面の方向は、例えば、X 線や電子線解説パターンの解釈で中心となる、幾何学的な概念である。これらの方向は、上記の線と面の可視化の不死で述べたように、可視化することができる。それは、結晶軸と結晶面に対する曲は、北半球に交わり、それゆえに、ステレオ投影を用いてプロットできる。 曲点のプロットは曲点図形と呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。